ありますた。んこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、LINEPay が銀行振込みサービスを開始、主な機能やポイントを簡単解説ということで、本日開始されました LINEPay に銀行振込みについてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは早速こちら、LINEPay から法人個人の銀行口座へ送金できる銀行振込みスタートということですね。まあ、ここから主な特徴についてお伝えします。 ま、このサービスは本日12月の9日から開始しまして、現在は Android 版のみが対応しています。まあ、iPhone 版に関しては近日開始予定ということでしたので、ま、僕的にはちょっと使ってみたいなという感じはあるので、早くちょっとま、iPhone 版来てほしいなというふうにも思います。 で、振込の手数料は1回に税込176円で1日あたりの上限が10万円までとなっています。まあ、この手数料に関しては意外と安い方なんじゃないかなと思います。まあ、上限は10万円までとなってますけども、まあ、普通に生活する分であればこの手数料は結構いいなと思います。まあ、ぜひこれに関しては皆さんのコメント意見もください。あと、これはちょっと面白いなと思ったんですが、こちらですね。相相手手のの銀行口座を知らなくても相手の名前と出会い 番号や、e、メールアドレスを知っていれば残高から振り込みができると,いうことです、ね、まあ、これは実際にどういうことかと言いますと、まあ、この簡単な流れなんですが、まず、丸1番はご自身のスマートフォンで送金の手続きをして、まあ、例えば1000円だったら1000円の振り込みの手続きをして、そして2番目。 相手は、まあ、ショートメールとか、メールが届くので、まあ、その中にリンクが入ってるので、それを送ると。で、3番目。受け取った相手の方は、その口座情報を入力して、これで相手の口座に振り込まれるという中になります。いや、これほんと結構画期的な印象ですね。まあ、これに関しては、まあ、どんな感じなのかっていう画面遷移になるのかは、まあ、後ほどお伝えします。 あと、公式ページには参考例としてこんな風にも出ていました。法人口座への振り込み、習い事の月謝や商品購入代金、受講料、家賃等などなどということなんですけども、まあ日常的に銀行振り込み自体は使われている方はかなりいらっしゃると思うので、まずそれを考えると LINEPay でそれがまかないちゃうっていうのは使い方次第ではかなり効率的にはなりそうです。 まあそれではここからは銀行口座の振り込み方法なんですけども、僕はもう先ほどもお伝えしたように iPhone ユーザーなので、ま、実際の画面がないのが申し訳ないんですが、公式ページを参照しながらお伝えします。LINE ペイを使って銀行口座を直接入力して振り込む方法もあるんですが、ま、これは省きまして、先ほどお伝えした電話番号もしくはメールアドレスにリンクを送って振り込む方法を今からお伝えします。 まず、LINE のアプリに入ったら、ウォレットというところに入って、l i n e p e z a n をタップの順番で入ったら、この丸1番というところの画面出るので、ここでまずは送金をタップします。で、次に、口座に振込みのまあ送金、送付ボタンというところがあるので、それをタップして、ここで先ほどお伝えしたショートメールか、もしくは E メールを送る場合は、ここをタップします。で、4番目は必要な情報を入力して、ここで次へをタップします。 そうすると、5番目、送る金額を入力して、ここで送金送付をタップ。で、入力した電話番号と金額を入力、確認して、ここでも確認というところをタップします。で、あとはご自身のパスワードを入力して、これで送金が完了という感じですね。めちゃくちゃ簡単ですよね。次に、これ、受け取った側の方の操作なんですけども、こんな風に、まず、丸一番のようにこう、通知が来ます。で、ここをタップして、で、丸二番ですね。こんな風に、ショートメールに添付されているリンクがあるので、そこをクリック、もしくは タップします。そうすると丸三番のように口座情報を入力するっていうのをタップして、でここに丸四番ですね。ここに届いた認証番号というのがあるので、それを入力して次丸五番口座情報をもろもろ入力して、これはもうご自身が振り込んでほしいという講座のところをご自身で入力をしてこれで完了タップ。そして丸六番これで振り込みが完了ということですね。なのでま送った側も受け取る側もかなり操作としたらかなりシンプルかなと思いますね。以上がざっとした。 使い方でした まあそんなこんなで今回は LINEPay で銀行振込のサービスが始まったことについてお伝えさせていただきました。まあ先ほどもお伝えしたんですけども、送る方も受け取る方もそんなにまあ特別な操作が必要というわけでもなさそうでしたので、まあこれに関しては使い慣れたら結構気軽に使えそうな印象でした。まだちょっとまあサービスが始まって間もないというところではあるんですけども、まあ今後この機能がどんな風に活躍するのかっていうのはちょっと個人的には興味 があります。まあ一応下の概要欄に今回お伝えした LINE Pay での銀行振込のやり方とかプレスリリースなどの公式リンクも貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。